ツーポーン、ポーン。ガストール嬢。何の CM ですかそれ。いや僕の、いつを助けて。ああ、いつをどうです？大丈夫ですかもう。もう大丈夫です。ああそうですか。はい。結構ね。何にもあれからありません。要はやっぱり胃の痛みやったんですか。だったんだと思いますよ、このガストール錠を飲むことによって僕は復活しましたから、あ、そうですか、よかったですね。便も黒くなくなりましたよ。黒かったんでしたっけ。黒かったんですよ。それ言ってなかったかもしれない。言ってない。あのね、はい、胃痛になる多分 2,3 週間前くらいから便が黒いなと思ってなんかあるなと。でも僕そういうの初めてだからさ、はいはい、なんかそのうち治るんじゃないなってて、はいはい、まあまあ結果、はい、そういうことになった。結局胃が痛くて胃の痛みという診断になって、なんかカメラ飲むとか言って、はい、胃カメラ飲みましたよ。ああ、人生で初の胃カメラを。ええー、あれすごいね。ちょっと待って、僕やったことないんで。あ、ないの？え、ないんです、ないんです。いやー、胃カメラ一回やっといた方がいいよ。ごっくんするんですよね、喉から。そうです。なんかね、最初にね。はい。ああスプレーでね、喉を麻酔させる。おお、麻痺させる。麻痺させる。シュシュシュって言ったら、喉ヌールスプレーみたいなやつですね。うん、うん、なんかもうね、なんか霧吹きみたいな。へえ。じゃあ喉がね、はい、麻痺してきてね、はい、唾飲み込めなくなってくる。へえ。あ、そうなんですか。ってごくんって飲み込んだ感覚がなくなってきて、ふわふわして、おっくってなってきて、おお。でもうまく喋れなくなる。喋れるのは喋れんねんけど、唾、はい、お、舌が食わないから、みたいな、飲み込めなくなってきてさ、はいはい、で、なんか動いてないからなんかようわからんくなってきて、はい、早く診断してって麻酔されてから、はいはい、待合室で、待合の廊下でこうやって待たされてて、わあめっちゃ効いてきたけどこれむっちゃ苦しい。あ、苦しいんすか。なんか飲めないから。飲めないから、ってだからもうちょっと近くにその手洗うとこあったからピッて唾ピッて入って、ほう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 、ここか上、ま、前は大丈夫。ああ飲めないけど出せる。ゴクンは、そうそう、ゴクンがなんか変な感じで、ほう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 、なんかできてるのかできてんへんのかよう分からへんくて、でちょろっとおじいちゃんに看護婦さんがその向こうの方で飲まないでくださいねって麻痺してますから今麻酔効いてますから飲まさないでくださいねって、飲んじゃって肺に入ったら死んじゃいますからねって言って、俺もこれ大丈夫。そうなんですね。そっから、あ、飲まないように。早く胃カメラを、ほうほうほう、行きましてね。ほう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 、なんかまあまあ横に、ね、横になりますと、はいはい、遠くを見ててください。遠くを見て遠くを見る目でそうみたいな。でなんかね、胃カメラを噛まないように、はい、ロートじゃないけど、あ、こういう筒みたいなのを加えさせて、はい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 、はい、でそこに胃カメラをこう入れていくっていう感じですよね。へえ。あ、そうですか。はいはい。で横向きに寝てて、はい、でもよだれももう出るから、ここにたらいを置いて、うん、で、こうやってなるんすか。なるんですよ。なるんすね。麻酔全然意味ないですね、それは。そうなの。あ、で飲み込んじゃダメなんだよね。だって飲み込もうとすると喉が閉まるから入らないから、飲み込まないでくださいねって言われんねんけど、もう入ってくるからさ、ってなるやんか。うわー、うわーってなりながら、飲み込まないでくださいね、飲み込まないでくださいねって、そんなもん知らんやんけと思いながら、苦しい、うん、ちょっと苦しい、苦しい、ほうほうほう、でこう入れられますよね。ほうほう、なんとなくね、入ってく冷たいのが通るのもなんとなくやっぱ神経あるんですね。はいはいはい、うん、ってきて、であれその後空気をねお腹に入れるんですよ。その胃カメラをやるやつにいろいろ先端にいろんな器具がついてて、はいはい、カメラだけじゃなくてちょっと空気を入れてね、胃を膨らますことによってこう全体的に見渡せる、なんかあるんですよ。そこにもうついてるんですね、カメラの横ぐらいに空気の挿入口が。うん、でね、だから空気入れられるじゃないですか。でゲップしちゃうと出ちゃうから、あ、ゲップしないでくださいっていう、バリウムの時もそうですけど、要は膨らんでるのが出ちゃうから、でまたその撮影ができなくなるからゲップしないでくださいねみたいなことだって僕も初めて聞いたんですよ。はいはいはい、で遠く見てるじゃないですか。遠く見るとね、人ってねちょっと顎が上がるんですよね。
ほうで顎が上がるとね喉が開くんですよね。ほうじゃあね僕ねあのね聞いたことのない長いゲップが出ました。つってカエルがゴルルルみたいな。のゲップしないでください。ゲップしないでください。ゲップしないでくださいって言って。しないやしないやんと。ガーガーつって。じゃあねと今度ね喉閉め喉を顎引いてって言われてこう遠くを見ながらこう。もう何をしてるんだボガーとか。ええー、やそうっすか。でもう一回空気入れますからね。もう出しちゃってみたいな。お前が出すから悪いんだみたいな。でもなんか膨らまされて、すごいですよ。でもう少しですからね、もう少しですからねって言うんですよ。はい、すごい言ってくるんですけど、もう少しですからねって言った後小さい声で。あのね細い胃カメラのカメラにもう一回細い管でなんか言っとるんで、でなんか中のその胃の細胞とかをプチって取ったりとかするやつがあって、はいはい、そういうのこうシュ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 ってこう胃カメラの管のここ管の中に細いのを針金みたいなところで入れていってなんか操作してみたいな、それをなんかあれどこ行ったかなって言ってておいちょっと待て今のそのもうちょっとですからね嘘やんってないやんと思いながら、へえ苦しそうっすね。いやーもうね最終的にはもうなんかあれやで、ひとしきり侵されたみたいなあえええ結局胃の中もクリーンで、あそれは、うん、あの来年の年明けに、来年、ああそうですか、ちょっと予定がおーそうです、来年の年明けにちょっと発表ということで、いやーまた大人の階段を登りましたね、登っちゃいましたね、いや胃カメラは飲んだことないですね。いや一回やっといた方がいいよ。あ本当ですか。なんかもう一、個何かを捨てれるそうですか、うん、僕はもうだから、もうなんか恥ずかしくない、恥ずかしくない、もう胸を張って胸を張って生きられる、胸を張って生きられるそうですか。ぜひ、ね、よ結果はね、はい、来月の収録には多分出てると思う、あそうですか、まあまあでも健康そうですからね、まあ、健康そうですね大丈夫だったわ、はい、おまきばですポンポン。